カール・フォアマンは、アメリカ合衆国の脚本家、映画プロデューサー。1914年シカゴ生まれ、イリノイ大学に入学後、社会主義の信奉者となり、共産党員となった。大学卒業後、脚本家となるためハリウッドに移り住む。1941年から翌年にかけてフォアマンは3つの映画のシナリオを執筆したが、第二次世界大戦のため活動を中断。 その後再び映画界に戻り、1949年のマーク・ロブソン監督、カーク・ダグラス主演のチャンピオンの脚本で彼はアカデミー脚本賞にノミネートされ、一躍ハリウッドで注目される存在となった。しかし、1952年のマヒルの血統の撮影中から赤狩りの対象となり、完成後、英国へ亡命した。その後、デビッド・リーン監督、 戦場にかける橋で第30回アカデミー客職賞を受賞。同作自体も作品賞ほか6部門で受賞を果たした。しかし、公開当時は赤狩りによってフォアマンはノンクレジットとなっていた。1961年には J リートンプソン監督ナバロンの要塞。1972年にはリチャード・アッテンボロー監督戦争と冒険で 再びアカデミー脚色賞にノミネートされた。フォアマンが最後に手掛けた作品は1980年公開のジェームズ・ゴールド・ストーン監督世界崩壊の序曲である。同じアカデミー脚色賞受賞者のスターリング・シリファンと特美脚本を担当したが、同作は記録的な工業的失敗となってしまった。1984年にロサンゼルスにて脳腫瘍で死亡。 69歳坊津、ありがとうございます。